こんにちは、授業準備 TV のたまちゃんです。教室の環境は子どもたちの過ごしやすさだけでなく、先生の仕事の効率にもつながります。そこで本日は投稿者の先生にお寄せいただいた教室の中でできる収納アイデア4選をご紹介します。このチャンネルでは先生に役立つ情報を毎日配信しておりますので、チャンネル登録お願いします。1つ目のアイデアは、デッドスペースを活用する収納です。教室の棚の高さと収納するものの高さが合わず、上部が活用できていないということはありませんか？そこで、突っ張り棒とカゴを用意します。このように、棚の中に突っ張り棒を2本貼り、カゴを乗せれば2段の収納になります。デッドスペースだった棚の上部が収納スペースに早変わりです。棚の中に限らず、棚と壁のスペースも活用することができますね。2つ目のアイデアは、テスト用紙の収納です。用意するのは、100円ショップで購入できるワイヤーネットと結束バンドです。このように、ワイヤーネットを組み合わせて結束バンドで留めるだけで、軽くて丈夫なテスト収納棚の完成です。教科ごとのテストを分けて収納できるので、必要な時にすぐに取り出すことができます。テスト用紙に限らず、授業で必要なプリントなどを収納することもできそうですね。3つ目のアイデアは、忘れ物の貸し出し棚です。子供たちがついつい忘れ物をしてしまうこともありますよね。そこで、このように貸し出し用の棚を準備しておくと対応がスムーズになります。忘れ物をした子供たちは、きちんと先生に報告した上で、貸し出し棚から必要なものを借りていきます。引き出しのどこに何が入っているかを引き出しに書いておくことで、先生が細かく指示しなくても分かりやすくなっています。4つ目のアイデアは、係活動を活発化させるための収納です。投稿者の先生は、授業や係活動でよく使うセロハンテープやマジックペン、折り紙などをこのように収納して、子どもたちが自由に取り出せるようにしているそうです。どんなことに使ってよいか、どこに何が入っているかを説明しておき、棚にも書いておきます。子どもたちが係活動でポスターを作りたい、ケージを作ろうかなと思い立った時に、自分たちで材料を準備して取り掛かることができるので、活動が活発化していくとのことでした。本日は教室の中でできる収納アイデア4選をご紹介しました。本日の動画が役に立った、面白かったと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。